とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新来ましたね。周回していきましょう。今回のタワーは、かなり周回しやすいです。まあ、ショートカットや持ち込みはできないんだけども、普通にクリアして、30分ちょうどぐらいでいけるので、いつもに比べると、だいぶやりやすいですね。では、早速、何が出てきてくれるんでしょうか。1日、7週ぐらい。まあ、6週か7週ぐらいします。はい。とりあえず、2日間頑張りましょう。では、一発目は、微妙だな。残り火か。使わないだろうね。よろしくない。あ、でも、黄金はね、3と2がついてるんで、ああ、出だしは悪くないと思うよ。OK。次行こう。2周目。タイタンはね、まあ、ダメージも上がるし、魂の回収もいい。で、軽減もついてるから悪くはないんだけども、なんか微妙なんだよね。ああ、それか。無謀はいりません。タイタンか。いや、でもタイタン無謀はあんまり良くない気がするな。はい、まあまあ、次行きましょう。3回目、お来たよ来た不気味なゴーディアンはね、理想が欲しい。下には何もついてない。うん、何にもついてないから黄金ワンチャンある。でもこの感じ、防護がつきそうな気がする。どうだ毒酸か。怒りビルドにするならいいのかな。いや、でもな。怒りは毒フォーカスなくてもね、もうダメージ十分出るんだよね。惜しい。いりません。うん。スポンジはもうめちゃくちゃ弱くなったから使わないし。ソーブレード、ああ、虚無か。でも、ソーブレードに虚無はいらないんだよね。下はね、うん、重力とリフレッシュで、まあ、いい感じか。いや、ダメだな。うん、今は本当にね、すべていいやつじゃないと、うん、いまいちなので、やめときます。次どうだ、あー、キャッキャホウキじゃなくて、何だっけ、笑いホウキか。笑いホウキだな。いや、でもいらないっしょ。いらないっしょ。グレイブいらないもんね。でも、まあ、うん、季節限定だから、最強が出れば、使ってもいい。でも下に重力リフレッシュついてるな。いまいちなやつがつきそうな気がする。爆発1はいらない。いてつく。痛み。とてもじゃないけど使えそうにない。はい。もうちょっと頑張ろうかな。次行きまーす。はい。無知いらない。あー、でも、横二つはいいかもしんないね。ピンク。あ、でもピンクも、シュガーラッシュのいいやつ持ってるんだよな。うん、ならばもう季節のやつを使って普通のやつは別にいらないか。まあ、タイプの違うやつだったらいいかな。黄金。でも2か。いやー、いらないね。うん。2とかはちょっと妥協せずに行きたい。夜あー、ショックウェーブ。ダメですね。はい。まあ、今日はあと1回、行ってみましょう。頼む、最後。どうだ、ダメか。これは全部使わないや。爆発2、最後の叫び1、重力3。槍の重力はいいんだけども、うん。ダメですね。続々スピアが欲しい。では、もう少し明日、撮影して出しますね。明日も頑張ろう。はい、それでは、張り切っていきましょう。なんか黒っぽいのがいっぱい出てる。テンポセフト3。おお、3出てる。いいよ。まあでも、武器自体は良くないけどね。衝撃3。ああ、冬2か。黄金のレベルは良さそうだけども、物が良くない。はい。今日もね、6か7周やります。
それではお願いします。きた英雄はね、まだ持ってないのよ。勇者の263一応作ってるけど、黄金が防護の2なんだよね。いや欲しい、なんか欲しい。まあ横は、あーでもね、黄金が1だな、怪しいな。まあ下にクールダウン、でもクールダウンは重複しないか、黄金には。頼む来い。あ、防護さんまあパワーアップはしたね、今使ってるの防護2だから。防護3か、35% 軽減の、さらに防護3がつくと、40何%かになるのか、軽減率が。うん、まあまあ、約半分ぐらい軽減するってなると、悪くはないんだけどね。でも、そうね、妥協点ぐらいのもんだもんな。なら下に、クールダウンついてるから、ポーションバリアつけて雪玉でもいいし、まあ、タムルビーとか作ってもいいか。あー、キープです。うん、妥協ラインだな。お願いします。勇者の、季節ってないよね。まだ出てないもんね。うん。季節装備の勇者が出たら、ちょっと全力で取りたいな。まあ、出ないだろうけど。本当にね、あとね、勇者ぐらいなんだよね、出てないやつって。勇者英雄はね、欲しい。まあ、古代狩りで狙おうと思えば、多分、出るのよ。あ、いや、出てるか。古代狩りのやつは出てるわ。うん、263の勇者なのよ。もう、それが絶対欲しいんだけど、タワー始まって、もう1年だね。一回も出てない。すんごい周回したんだけどね、一回も出てない。そろそろ来てほしいね、お願いよ。どうだ、おし、いいよ2つ。いや、しかもあの剣は名前なんだったかな、一番最初の季節装備、一番最初のやつ、この赤がかっこいいのよ。でも性能はホークだったっけ、ダイヤだったっけ、ホークだったような気がするな。性能悪くないか。マントのスカルもいいね。下にタンブルビーとクールダウンがある。黄金なんだ。あー、火炎フォーカスいらない。アズールシーカーはいらない。もう、なんだろう、アズールシーカーとか、一度も使えるようになったことないよね。うん。スライサーとかさ。それ、なんか使えるようにしてほしいよね。次のアップデートぐらいで。早めにアップデートお願いしますよ。どうだ、旋風3か。まあ重力で寄せれば当たるかな。どうだろうね。いやでも、違うね、違います。はい、じゃああと1、2回頑張っていきます。はい、おー、続々と国販か、久しぶり見た。いや、タワーでは初めて見たかもしんないね。どう？霊気1いらない。続々。重力だったらね、1でもいいかなと思ったんだけど、下についちゃってる。何？当たりです。うん。続々当たり。はい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 。いいんじゃない？いいんじゃない？オッケー。続々スピアが当たりました。リフレッシュで下に重力がある。あと、まあ、アンチャンティングとクリティカルでもいいし、クリティカルと、アンチャンティングを、追い打ちとか、あと虚無か、にしても良さそうね。まあ、選べるようにちょっと作り変えましょう。オッケー。続々スピアゲット。はい、これで終わりたいと思います。今日よかった。続々が出たからね、満足です。ここでもちょっといいのが出てくれれば嬉しい。ハンマーもういいの持ってるからね。うん。でも、理想のやつでもそんなに強くはなかったです。手持ちも、いらないんだよな。あー、虚無か。使えるね。うん。でも、弱いんだよな。オッケー。うんうん。使える使える。
サブリューはね、ちょっと欲しいんだよね。スーパーチャージもオーバーチャージもついてない。え、黄金につけばこれありだよ。どう？あー、重力さんか。違うな。スーパーチャージ、オーバーチャージと、あと、何がいいだろうね。クリティカル追い打ちとか入れれば、超火力出そうだけどね。はい。まあまあ、とりあえず、今日は何周したのかな？覚えてないです。多分2日で、12周はしたと思いますね。はい。まあ、英雄の、防護さん、そして、続々スピアか。は、いいのが出ました。うん。いい感じですね。ということで、また周回していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。